今日は AI とか例えば薬とか、えー、検査薬とかの予測値などを評価するための評価尺度評価するための指標指標式を紹介していきたいと思いますはいでまず書くのはこんなふうなクロス分布表というのをまず書きましょうはいでこっち実際の結果です例えば、えー、とマルチアカウントである っていいいううののをを丸ととししまます。マルチアカウントじゃなでこっち予測したもの AI がマルチアカウントだと予測した AI がマルチアカウントでないと予測したとしましょうでこっち正解したこっち AI が正解した AI がマルだって言ったんだけど実際はマルチアカウントじゃなかった AI がマルチアカウントではないって言ったんだけど実際マルチアカウントだった っていうのをちょっとこの表にまずまとめていきます。はい。で、えっ、ー、と、アキュラー、アキュラ正解率っていう指標を見ていきます。全部のデータを足してやって、分母は全部のデータ。で、正解になったのは、ここの部分〇〇、○○××なものを×だって言えた。ここですね。75。 プラス80ちょっと電卓で計算してみましょう。プラス80で入れといて。ワールグランドトータル。はい。まあ大体0.775なんて計算できます。はい。えー、で次、プレシジョン横。えー、と、適合率っていうのを見ていきましょう。 はい、適合率っていうのはここの数値を使っていきますはい分母が75マルチアカウントを売ってる業者とかえー、っと例えば「あなたは病気ですよ」とか言われた時の患者さんがどうなんだろうって見る数値になりますはい7 5 2 0.789だだだだみたいなはいで次リコールっていうのを見ていきますリコールこっちの文ですねはいマルチアカウントを、えー、と撲滅したいって作った人が見る値とかですねえっ、ー、とウイルスであるとかってえっ、ー、と診察したお医者さんが 見たりとかする値ですよくよく見たりとかする値です。はい。75分の縦75プラス25。なんて計算してやります。はい。で F 値もいこうかな。じゃあ F 値、あちなみにこのプレシジョンとリコールは。 トレードオフの関係です。どっちかを高めようとすると、どっちかが下がってしまいます。はい。じゃあ次、F 値っていうのを見ていきます。F 値っていうのは2分の1プラス、訳します。プレシジゾンプラス1分のリコール。で、計算してやります。 これは調和,和平均っていうのはえー、っと調和平均調和平均っていうのは、えー、速度の平均とか比率何かと何かを割ったものの比率の平均の時に使ったりとかしますはいえー、と この値を高めるっていうのは両方とも、えー、と高めたい、えー、いい具合に高めたいっていう時に見たりとかします以上ですあでちょっと言い忘れたんですけどえっ、ー、とこのモデルのデメリットとしてははいこれ全部足してやって、ま、るである確率 っていうこの式位置つまり丸である確率とかを変えてやるとリコールの値が変わってしまうっていう弱点があります。それをえーと防ぐためにえっ、ー、と他の分析方法もあるのでそれは次回やりたいと思います。以上です。